森美術館という名称を持つ美術館は以下の2巻がある。東京都港区の六本木ヒルズ森タワー内にある美術館施設。本校ではこれについて詳述する。武蔵野美術大学の森津男教授による福島県岩き市大久町にある施設の地域コミュニティ美術館。1995年開設。建築設計は建築家伊藤博史による。 ウェブサイトは、次の通り。http://www.joint-net.jp/.moribi/.moribi 森美術館は、<ukan> 東京都港区六本木六丁目の六本木ヒルズ森タワー53階部分に位置する森アーツセンターの核となる美術館施設である。美術館のある地上、 約230メートルは建物内の展示空間としては日本最高所に位置する。通称は森美術館の英語名称である森アートミュージアムの頭文字を取りマム。森美術館の施設設計はアメリカ・ニューヨークのホイット・ニー美術館やドイツ・ベルリンのクッケンハイム美術館等を設計したリチャード・グラクマンが担った。通常のビルでは賃料を高く設定できる。 最上部にはオフィスやレストランを誘致するのが定石であるが、六本木ヒルズでは開発を手掛けた森実ノルの六本木を文化都心にしたい。その象徴としてタワー最上部に美術館を据えたいとの理念により、経済の上に文化を置くをコンセプトに開館した。開館以前、ビルの中に美術館を設ける事例は国内では出光美術館や 百貨店内のミュージアム等に限られていた。そうした中、森美術館の開館は、ビルの中に美術館を開設する契機になった。同じ六本木地区にあるサントリー美術館、国立新美術館との参観で、六本木アートトライアングルを結成している。館長は、京都造形芸術大学教授で、愛知県出身の片岡学み現代美術を中心に、絵画や彫刻、 建築、ファッション、そしてインスタレーション等で構成された企画展示を行う。欧米からアジアやアフリカに至るまで世界各地で発信されたあらゆる作品が展示の対象となっている。また近年に発表された現在進行の表現についても積極的に公開を試みている。開館2年後までは所蔵作品を持たずに企画運営する方針をとっていた。 創立者は森実る、理事長は森よ子展示内容ごとにより価格は異なる。六本木ヒルズ森タワーの展望施設である東京シティビューとの共通チケット制が廃止され、現在は森美術館のみの単独チケット制。ただし、52階に設置されている森アーツセンターギャラリーは原則的に別料金の設定になっている。他に、 三井記念美術館やアーティゾン美術館、パナソニック潮留美術館、西日本では、安倍のハルカス美術館、中野島公設美術館、絹谷工事天空美術館、福岡アジア美術館などがある。ありがとうございます。